はい、つまらないとざまんす。教科書ナビゲーターのマカリオです。今日発売のね、ディスカバージャパン、まあ、西野さん。西野さんはもう何回も紹介しているし、西野さんの絵本もそうなんだけど、本もそうだしね、まあ、めちゃくちゃ売れてるし、学ぶべきこと多いんでね、ぜひ皆さんにも購入してほしいなと思ってるんですけど、僕はその、すごく西野さんがすごいなと思っていることが一個あって、自分が世の中に提案したものを自分が売るっていうその覚悟なんですよ。まあ、冒頭からいきなり重い話になるのかもしれないんですけど、起業家にとってね、最も大事なスキルっていうのは考える力なんですよね。だけど実際自分がビジネスをして直面するのは売り上げなんです。利益運動の前に売り上げなんです。自分が提供する商品サービスが売れるのか売れないのか、利益っていうのはその費用と売上と費用のバランスによって決まるので、でも売らない限り利益出ないんですよね。で、そのやっぱ西野さんがすごいのは、まず自分が作ったその作品に関して自分がね、クラウドファンディングっていうそのレバレッジを使って、まあ、彼はまあ芸人ですからもともとファンもいるけど、でも常にやっぱりそのリスク背負ってんですよね。僕の動画を見てくれてる人たちに何を伝えたいのかというと、価値をお金に変えようが、コミュニティをお金に変えようが、機会をお金に変えようが、学びをお金に変えようが、何でもいいんですけど、やったものに関してどれだけ真剣に売るのかって話だと思うんですよ。これは僕にとっても反省しなければいけないところがたくさんあります。僕は過去の、まあ、ブログだったり動画でも告白してるんですけど、始めることは大好きなんですよね。何か新しい商品サービスを仕入れして販売するってことをしてたり、自社でも、いろんな商品を開発して販売したりってことをしてるんですけど、僕売り切れてるのかなって言ったらそこまでしないんですよね。この2年間ぐらいセミナーをやってもクロージングもしないし、ミドルエンドもバックエンドも売らないみたいなこともずっと続いたりだとか、ちょっと自分のあり方反省したんですけど、でも1年で6割、2年で8割っていう人たちが何か始めてもいなくなってしまうっていうその確率の中で、何が足りないのかっていうと売る覚悟だと思うんですよね。どれだけいろんなことを考える、考えても高騰しないんだったら意味がないよね。やらない限り何も変わらないんですよね。うちにもね、僕の先輩がある日本で唯一のものを作っていて、売れないからってもうそこにも置いとけないからっつって、じゃあ僕買いますって買ったものがあるんですけど、積み上がってんですよ。僕売らないんですよね。その先輩を助けたかったから仕入れたんですけど、その商品が積み上がってたり、閉店するからって言ってそこのお店の一切合切を全部僕が引き取って、でも僕それ売らなかったりってことも僕もしてるんで、偉そうなこと全然言えないんですけど、でも実際僕たち起業家経営者にとって一番大事なのは、自分たちが扱う自社で作った商品だろうが、他社で作って仕入れして販売する商品だろうが何だろうが、僕たちはそれを売らない限り売り上げにならないんだっていう、そんなことをね、やっぱり再度もう一回ね、それはどんなビジネスでもそうなんですよ。ネットのビジネスだろうが、アフリエイトだろうが、何でもそうです。サイトを作ったって、そのサイトを知ってもらうための努力をどれだけするのかって、時間とお金の投資をするのかってこともそうなんですよ。物販背取りもそうなんです。仕入れしたってプラットフォームに登録しない限りは売れていかないですよね。めんどくさいんですよ。で、最も嫌なんですよ、売るっていうことはね。でもそれを避けちゃったら僕たちは継続もできないし、利益がなければね、次の継続もできないし、次の新しいことにも投資できないんですけど、利益云々の前にまず僕たちは先に仕入れて費用が発生しているのであれば、やっぱり売っていかなきゃいけないなって、これは本当にやっぱりこの新しい年になったんですけどね、僕も改めていくつかの会社に対して、そのビジネスをやってる、所有してるだけで満足してたなって、もっともっと
売るための時間のお金の投資だったり、売るための行動をしなければいけなかったなっていう信念は早々から反省してるんですけど、ぜひそれは本当に皆さんにも伝えたくてね、企業独立したい、何かしたいと思うんだったら何でもいいから仕入れしてみればいいと思うんです。そしてそれを売り切れるのかってことだと思うんです。利益は出なくてもいいんです。トントンでもいいんです。ひょっとしたら赤字になってもいいんです。でも売らないで赤字っていうんではなくて、全部それを売り切れるのかっていう考える力っていうのも、どれだけ考え抜けるのか、生きていくってことも、生きる、ただ生きてるんじゃなくて生き抜くんだっていうことを伝えてるんですけど、売り抜く、全部それを売ったっていうね、今年1年はなんかそんなことを意識してやってほしいななんてすごく思ってるんですよねっていうことを、僕じゃなくて、なんか多分この一冊まだ読んでないんだけど、西野さんのブログ見てるし、Facebook を見てるし、この中に書かれてることってどういうことなのか内容分かってるからこの本を進めてるわけなんですけど、ディスカバージャパン2月号ね、ぜひ皆さんにも購入して読んでほしいなと思ってるんですよね。で、今年はアイデア、何かやるときにはアイデア、企画だったり、アイデア発想方法だったり、大事なんですけど、でも、まずは、売る力っていうものを身につけるために、本当に何でもいいから、仕入れして販売してみるっていうこと。やっぱり僕、営業できる人たちって最強だと思っていて、本当に営業できる人たちっていうのは商品選ばないんですよね。売る力がやっぱ全てだと思ってます。僕のところにも新年早々、いろんな案件が飛び込んできてるんですよ。不動産だったり、あるイベントのビジネスだったりね。M&A で年商4億弱で、まあ、後継者がいないからっていう話の中で、なんとかなんないかっていう案件もあるんですけど、でも彼らがなんでそのビジネスをなんとかしたい、まあ、継承したい、今やめたい、継承したいと思ってるかっていうと、もう彼女ら自身がもう売っていくのがしんどいんですよね。そこまで頑張りきれないっていうか、やりきれないっていう中で、すでにあるビジネス、実績や歴史もあって、そのビジネスって40年以上、例えばさっきの話だと40年以上やってるんですよ。で、名だたる主要な日本全国の百貨店に口座持ってるんですよね。で、売上4億弱で負債もあるんですけど、多分綺麗になれば1億以上で M&A できる案件なんですけど、でもやっぱりそんな中で本当に、そのビジネスが生きるのか死ぬのか、じゃあそれを引き継いだからといってやりきれるのかっていう中でね、ちょっと今酔っ払ってるんで何話してるのか僕もよく分かんなくなってるんですけど、これ買えっていう多分西野さんがそのあたりは日本で一番クラウドファンディングを使いこなしていて、本当にそのものづくりをしている人の中でリスクを負って生きてるなっていう一人なんで、なんか僕がなんかいろいろ語るよりも、なんかこれ読んでもらった方がいいんじゃないかなっていうことで今日動画を撮りました。はい、今3連休初日なんですけどね、今年何か動き始めたい、何かやりたいっていう人たちにとって、売る覚悟、売り抜く覚悟っていうのが何よりも大事で、何かを始めることよりも、その始めたことを継続するためには、売る、販売するってことからは逃げられないんだっていうことをね、知ってほしいなと思ってるんですよね。はい。というわけで、いつもありがとうございます。急遽、今日、発売で今日届いたんで、この本紹介する動画を撮りましたが、いつもありがとうございます。それではまた、ということで。